指揮に従う。どうか許してほしい。おい、おめん。しまった。見ねえ顔だな。うちに。ここで何してんだ。指揮の命令で囚人の武器を。そうかい。そい。おい、行くなら裏口を使いな。正面から乗り込んでもいいことはねえ。雷蔵。よ。ねえ。よし。よ。しまった。そうかい。急いで、みんな。どこへ行くつもりだ。しまった。やはり貴様か。岩宿から出ていいと言った覚えはない。それともここで金軍とやり合うか。お主に従うつもりはない。何を企んでおるか知らぬが、これ以上里を、そこをどけ金軍兵士たち。この男は何の証拠もなく里を乗っ取った立派な越権行為で。無駄だ。ここにいる。何だと。四季、お主はなぜこんなことをする。里、私はこれからこの世の、あ、この里での用は済んだ。貴様たちはここでおとなしくしていろ。この世の悪。そう、この世さ、歴史、富、階級、地、国家、民族、長い時間をかけて蓄積、受け継がれていく漆黒。人は
これに支配されている。貴様たちは内乱状態に陥っていた。なぜそうなったか。それは違うな。争えと。歴史。何を言っている。小ざまと機内という歴史があるから。過ちの歴史を受け継ぐ。そして人がこの世に鬼を呼び出したことだ。知っているか。太古の昔、人は万能の力によって地上の王としてくる。人はその力をもって鬼をも操り、時間を超える力を。その究極の力が、この貴様らの後ろに見えている岩倉こそが。岩倉が。そうか、だから佐藤。封印はすでに解いた。あとは私はその力を手に入れ、過去に戻って時間を変える。この時間自体が過ちなのだ。貴様たちは存在してはならない矛盾。革命だ諸君。歴史を怪人に帰し、全てを一から始め、歴史によって蓄えられた価値を打ち壊し、真なる自由と平等を。鬼を一掃し、人の堕落と腐敗を正すのだ。貴様らは邪魔だな。博士とどこかで見たと思っていたが、なかなか思っだが、ようやく空間転移の実験体。よもやこんなところで。実験体、私の助手グエン。グエン。二人を殺せ。そうすれば他の連中。おい、ざっけんなよタコ。んなこと命令できる立場かよ。金軍じゃないなら全員切っていいってことだな。やる。白煙を使って全員を殺すことも。博士、みんな、私の体には呪いの血が流れて、白煙という鬼が私の意志には、白、私が従わなければ式はその、私には、でも一つだけ、今ここで、でも一人じゃ白煙には勝てない。お願いだ、私に力。もう誰も死なせないために。やるわ。いい腕試しだ。派手にかまそうぜ。勇者に任せな。よく話してくれました。お前の好きにしろ。グエ、みんなありがとう。演説は終わり。シキ、私はお前に屈さない。何の真似だ。ネイリング、私に力を貸してくれ。友を守れるだけの力を。来い白煙、私はここにいるぞ。決着をつけよう。古き友よ。力を貸してくれ。長い宿命を断ち切る力を。
どんな鬼も倒さずに。私たちは金軍を抑えます。みんな、行きますよ。任せな。やれ、思惑が外れたか。何、足止めにはなった。あとは敵はのオロチを復活させるだけだ。世界の変革をここから眺めている。待て、シキ、お前は一体何者だ。すげえ、やるわね。どこでそれだけの知識を得た。教えてやっても、この時間が消滅する時になったらな。英雄に憧れたばかりに私はじいさんを死なせてしまった。二度と憧れることはないと思った。でも全ての痛みも悲しみも吹き飛ばしてくれる英雄がいるなら。それまではずっと一人だった。何百回と一人で戦ってきた。私はそんな英雄になりたい。その度に私は強くなった。それでも白炎は届かなかった。じい様、もう一度だけ私に夢を追わせてくれ。今はみんながいる。あなたがいる。今度こそ白炎にも勝てる。
やれ終わったか。勝った。じい様、私は勝ったぞ。我が剣は君に捧げよう。お前は勝った。ありがとう。ありがとう。何時の息に答えよう。これは分霊ね。心が通じた人とは御霊は信頼の証か。その御霊はベオウルフ。かつて竜を倒したあなたが持っていてくれるなら、これ以上私にとってはあなたが一番の英雄だから。いや、すまない。そろそろ行くぞ。そうだった。急いで。まったく、思い込んだら一直線なんだ。さて、世界のお前はどこにも行け。これはこれは。軍師指揮、お前を捕獲する。お手柔らかに頼もうか。いけませんね、やはり多勢に。殺すなっつったってよ、無茶言うなっつの。何してやがるバカ。雷蔵、囚人を殺せってめえ。おめえらは金軍のもののふのはずだ。みんな無事か。隙は逃げたわ。あなたたちも観念しなさい。逃げただと。いい頃合いに到着できたようだな。あなたたちはドンピシャだな。や、金軍のものの二つ武器。霊山君の名を借りた蛮行。これ軍師式はすでに捕獲した。投降しろ。それともやれやれ遅い。クヨ殿。やっぱり生きてやがった。クヨ生きて。でも何を言っている。私はずっ川に落ちてからすぐに這い上がってな。からくり。私が治療しておいた。軍師にしておくには惜しい体力だな。そんなのありか。そうよ。結果的に生きていたのだ。金軍よ、武装解除しろ。それともお前たちを見捨てた。お前たちを収監する。申し開きは百鬼隊にしろ。雷蔵。当然だな。現時点をもって里の戒厳令を解く。ありがとう。
ちょっと、なん冗談ではないぞ。大曲時以来だな。どうだ時継ぐ、何が見える？妙なのがいるな。二足、角は四本、世にて間違いない。それは覚えているか、横浜防衛戦で取り逃がした。私はあの鬼を追っていた。よも、あれは鬼の群れを呼び寄せる。なぜ今襲ってきたかは四季が言っていたな。封印を解いたと。それといずれにしろ神羅号を撃つ。幸いここにはモノノフが集結している。侍子全ての隊を救護すればあの群れにも、もっとも、それには連携が不可欠だ。準備が整うまでは籠城するぞ。かぐや、結界はどのくらい？丸一日くらいならなんとか。ならばそれまでに撃お前が全体の指揮を。神羅号との戦いを経験しているのは、お、それにお前が最もしがらみなく部隊を束、お頭候補でもなければ新参者の英雄でもないからな。いい、ここで横浜防衛戦を終わらせる。大出世ね。遠慮はいらん、俺たち思い切り使え。では総員迎撃準備。いらっしゃいませ。いらっしゃい。
これからも いらっしゃい。これからも。いらっしゃい。これから。